はい、今回は福田正博さんね、もう言わずと知れたミスターレッツですよね。中央大学を卒業して、三菱ね、まあレッツの前身ですけども三菱に入られて、でまあそのまま、浦和レッツというね、でまあ浦和レッツってその最初の頃はね、 J リーグ始まった当初っていうのは、まあ、なかなかねちょっと成績が振るわずに苦労した、チームの一つね、非常に苦労なさったね、あのチームでもあったんですけども、もうそういう時からね、もうずっとこうレッツ一筋というか、っていう形でもう支えてこられた方ですよね。で僕はあの福田さんとも結構その同部屋に、遠征やね試合なんかに行くと、あの同部屋になることが非常に多かったんですよ。で福田さんの印象っていうと、もう一言で言えばとにかく真面目だ。サッカー選手になってなかったら僕学校の先生かなんかになってたんじゃないかなっていう風な、ごめんなさいね、これ勝手に僕は思ってるだけですけど、学校の先生とかになってたんじゃないかなっていう風に思うぐらい、まあ、非常に真面目ですよね。サッカーに対してもものすごくこう、なんていうのかな、大事にサッカーというものを両手で扱ってるっていうようなことが、近くにいて感じられる先輩だったなっていうふうに思うんですよね。で、なぜかわかんないんですけども、なんかやたら井原さんのことをいじってたなっていうその記憶があって、なんかこう、井原さんよりも多分福田さんの方が一個上なのかな、一つか二つ上だと思うんですけども、でなんかその、やたらその福田さんはこう井原さんをいじってたっていうイメージがあって、まあ、いろんなところでなんかこうまさみまさみってね、井原さんのことを呼んでいじってた記憶があるんですよね。で、ね、先ほども言いましたけども、とにかく真面目で、まあ、変な話、僕なんかはもうチームに同行させていただいてても、まあ試合に出るなんていうことはほとんどなかんねん、ほとんどというか試合に出るなんてことはなかったんで、もう夜なんかも寝るの遅いんですよ、試合の前の日なんかでも。もうそんな早くなんか寝れないんですよね、普段そんな早く寝ませんから。まあそれこそ大竹さんとかのぼりとかとくっちゃべったりしてて、で部屋に戻るともう福田さん寝てるんですよね、バッチリ。例えばもうね、次の日試合で試合に出るって分かってる時もあれば、明日ちょっと試合に出るかどうか分かんないっていう時もあるんですよね。まあ、僕の場合はもう常に試合出ないって分かってたんで、ずっと遅くまで起きてたんですけど、まあ、福田さんはの場合は明日試合に出るって分かってる時もあれば、明日はちょっともしかしたら先発じゃないかもっていう時もあったんですけども、そんな時でも、もう10時半とか11時ぐらいには寝てたんじゃないかな。もうだから僕はもう部屋に帰ると部屋が真っ暗になってるんで、もう本当に泥棒のようにそーっとこう息を殺して入ってって、そーっとこう布団に入ってベッドに入って寝たっていう記憶がありますね。もうとにかく試合に出れようが出れまいが、もう最善のベストの準備をするっていうようなことを心がけてやってらっしゃった方だったなっていうふうに思いますね。でまあ J リーグ始まった当初ね、各チームにものすごいビッグネームが助っ人として来てる中で、鹿島アントラーズにね、まあ、ジーコっていう皆さん知ってると思うんですけども、神様と呼ばれた方が、選手として来たわけで、まあ、後にね日本代表監督にもなるわけですが、まあ、その当時ジーコがテレビに出てた時に、日本人選手の中で、印象に残った選手はいるかと、まあ、要は5つ星を与えられるような選手がいるかっていうような問いに対して出た答えが福田さんだったんですよね。僕今でも非常に強烈な印象として残ってるんですけども、ジーコ曰く福田だというようなことをテレビ番組で言ってたのを覚えてますね。ですからそのチームに戻ればストライカーというようなポジションなんかもやってましたし、代表ではチャンスメーカー的な仕事が多くて、まあ得点王にもね、あのレッツ所属してた時にはなってらっしゃるんで、まあだから点も取れるしチャンスも作れるみたいな、結局だから攻撃をさせたら何でもできるみたいなオールラウンドなプレイヤーだったなというふうに思ってますね。ですから非常にクレバーだったし、プレー自体も非常にこう洗練された賢い
ね、プレーをするなというふうにこう、見ておりました。で、ね、今解説者とかそういった形でテレビ、ね、コメンテーター的な形でテレビに出てたりというふうな形で拝見するんですけど、まあ、やっぱり皆さんあれなんじゃないですかね、やっぱりレッズファンとしては福田さんに早く監督やってほしいんじゃないですかね。わかんないですけどね、僕は。だから福田さんにやる気がないのか、ね、やりたくないのか、福田さんがやるって言ったらもうすぐにでもできそうな気がするんですけどね。なんか不思議と、ね、福田さんってまだレッズの監督やってらっしゃらないと思うんで、ね、早くレッズの監督とかになられたらいいのになっていうふうに勝手にね、僕は思って見てるんですけども、まあ、おそらく規律をね重んじた非常にクレバーなサッカーをして、そういうチームをね、作るような監督にもなられるんじゃないかなというふうに思っておりますから、まあ解説とかねコメンテーターもいいですけども、早く現場ので指揮をしているね、福田さんを見てみたいなというふうに思っております。